こんにちは、ハギです。今回はですね、皆様に大事なご報告をしていきたいなというふうに思います。この度、私、フルマラソンの出場が決定いたしました。ちょっと急に決まった出来事なんですけども、なんとか今季フルマラソンの大会に出場できそうな形になってきたので、ご報告していきたいなというふうに思います。で、先に日程と大会名をお知らせすると、3月の28日、大阪で行われるなにわ淀川マラソンという大会に今回出場することになりました。で、このなにわ淀川マラソンって2日間にわたって開催される大会で、前日の土曜日27日にハーフマラソンとかが行われて、その翌日28日の日曜日にフルマラソンが行われるというようなね、こうフェスみたいな大会なんですけども、まあ、そのフルマラソンの分にね、今回私が出場するという形になります。で、今期に限ってはね、正直フルマラソンの出場は半分やっぱ諦めてたんですよね。まあ出たくても出れないというようなのが正直なところですね。まあトレーニングがどうこうっていうよりかは、もうマラソン大会自体がね、ほとんど開催されない。まあ開催されたとしても、まあエリートの部とか、その他ね、ある一定の条件を満たさないと出れないというような大会がいっぱいあったので、まあ出たくても出れないというようなところがあったので、まあ今季はね、まあ10キロのロードレースに出たりとか、まあハーフマラソンとかの大会に出たりしてね、フルマラソンの方はちょっと諦めようかなというふうに思っていたんですけども、ふと思った時に、僕は3年前ぐらいから市民ランナーとしてね、もう一回走り始めたんですけども、そこからね、1年に1回自分自身のこうお祭りとしてフルマラソンに出るということを決めて、過去3年で3回ですね、出てきたわけですよ。本当に1年に1回、まあ、出てたんですけども、そうなった時に、やっぱり今季もね、出たいなと、1回ね、自分自身での1年に1度のお祭りとしてね、フルマラソンにやっぱ出たいなっていう思いもね、やっぱどっか残ってたんですよね。なので、何かね、マラソン大会のエントリーが始まったら、もう大会とか場所を問わず、こう、とりあえずエントリーしてみるというようなね、形が続いたんですけども、それでもね、ほとんど出場できるような大会がなかった中で、まあ今回ね、まあ大阪のなにわ淀川マラソンが出場できるというような形になったので、ちょっとね、エントリーして、まあ一年に一回のお祭りをね、まあ楽しもうかなというふうに思い、今回ね、なにわ淀川マラソンのフルマラソンに出るというようなね、決意をしました。で、期間的に言うと、正直もうあと1ヶ月ぐらいしかないんです。で、トレーニングはね、ずっと継続して行っていたんですけども、フルマラソンに特化したトレーニングをほとんどしないというような状況だったので、まあどれだけね、結果が出るかっていうのは未知かなっていう感じがします。今までは過去3年間は3ヶ月間フルマラソンのトレーニングをしっかり積んで、しっかり記録も狙っていくというような形で出てたんですけども、今回はね、トレーニングをやってたとはいえ、ちょっと距離に対しての体制がほとんどないので、あと1ヶ月間でまあどれだけね、そこが詰めていけられるかなっていうところなので、まあ出るからにはね、しっかり頑張っていきたいなというふうに思うんですけども、まあ今回はね、この記録を絶対に出すっていうよりかは、今あるパフォーマンスを最大限出すというようなところに、ね、頑張っていきたいなというふうに思います。で、過去のね、3年間振り返ると、ちょうどね、3年前ぐらいから始めて、初マラソンが僕、古賀花桃マラソンという大会に出たんですけども、その時はね、2時間48分だったんです。確か初マラソンで、で2年目で、佐賀桜マラソンで2時間42分で、去年3年目で、別大に出て2時間46分だったので、まあ、今季もね、まあ、そこら辺の気楽の近日は狙っていこうかなというふうに思います。なんで悪くても2時間45分ぐらいは狙いつつ、まあ、調子が上がって距離への体制がこの1ヶ月間でつけられれば、まあ、もうちょっとね、ベスト42分までは近づけたいなというようなね、感じがあるんですけども、まあ、とにかくね、まあ、僕の中でフルマラソンってお祭りみたいなものなのでね、まあ、楽しんでいきたいなというふうに思います。ぜひね、なにわ淀川マラソンね、まあ、出る方はね、一緒にね、大会頑張っていきたいなというふうに思うのと、ぜひね、お近くの方はね、応援に来てくれるとね、嬉しいなというふうに思います。河川敷を走る大会だと、なので、比較的コースはフラット、風がちょっと強いっていう意見は聞いたりするんですけども、まあ、コース自体はね、まあ、走りやすいというようなことを聞いてるのでね、ぜひね、僕も楽しみたいなというふうに思いますんでね、まあ、大阪付近に住んでる方、もしくはね、淀川マラソンに出るって方はね、ぜひね、当日お会いできればなというふうに思いますんで、この1ヶ月間はね、ちょっとフルマラソンに特化したトレーニングをギュッと詰めてね、頑張っていきたいなというふうに思いますんで、今年もね、1年に1度のお祭り、楽しんでいきたいなと思います。